すいません、今は、クジャックのコーナーということですね、今お聴きいただいたのは、ジャジャジャクジャックというテーマソングでございます。クジャックは、名古屋駅前の名鉄レジャックのキャラクターで、名古屋、愛知を応援して盛り上げていこうという活動も、やっているキャラクターでございます。今も、ちょっと報道を出させていただいておりますけれども、本日もブースの方でですね、1日、日本赤十字さんに、国内の義援金ということで募金活動を実施しております。募金にご協力いただいた皆様にはクジャックのオリジナルボールペンというのをプレゼントしておりますので、またぜひご協力をいただければなというふうに思っております。キーボードはですね、もう5年ぐらい前からこちらの山形祭りを出させて嫌だった、なんか昔の話にちょっと触れられたくなかった、そういう感じではない、別に大丈夫、そういうわけです。5年ぐらい前に、呼んでいただいてですね、その昔はこんな素晴らしいアンフォーレっていうですね、こんな素晴らしい施設がなかったんですが、ここの場所が全部さら地でした。さら地の中で、灼熱のステージ、そして灼熱の控え室、冷や汗の出るステージというか大変楽しい当時のステージだったんですけど、今は本当にこんな素晴らしい会場をご用意していただいてですね、控え室も、冷房がギンギンに効いておりましたですね、ずっとここにいたら人間ダメになるなと、もう二度とブースには出られないなというふうな感じの、時間がない、この後もですね、この後素晴らしいお友達がたくさん出てきてですね、さっき打ち合わせをしてたらですね、お前一曲削れとか言ってちょっとキャラ界の闇を少しで見落としてしまったので、そんなことでクジャックの PR はこれで終了したいと思います。この後も皆さん楽しんでいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。もう長らくのお友達になります。ここがね、まだキャリーでだった頃からね、来てくれてました。愛知県名古屋市クジャックでした。大きな拍手お願いいたします。ではクジャックはそのまま残る感じね、全然いいよ。OKOK 大丈夫。では次のお友達をお呼びしたいと思います。次のお友達はここアンジョスの隣チリシから遊びに来てくれました。チリッピチリッピーですね、盆踊りバージョンを一生懸命踊って練習しております。というのはですね、チリューのですね、盆踊り祭りがですね、8月24日土曜日に、チリューよいとこ祭りというものがありますので、どういうことをやるかというとですね、盆踊りを市役所周辺ですけど、路上総踊りということで、夕方行います。あとですね、昼間ですね、水かけパーティー、水かけの、イベントも行いまして、あと e スポーツの大会も予定しております。あと夜はですね、花火大会もやりますので、ぜひ24日ですね、時間ある方はチグの方にお越しください。あとチグの、チグピの紹介させていただきますので、多分ご存知だと思うんですけど、チグピ、花があります。果実花の花、チグルシの花であります。あと馬のパーカーを運んでます。これはですね、昔、宿場町、シルの宿場町の馬市がありますので、馬のパーカーを被っております。あとこちらですね、チリューの名物、あんまりになります。でこちらホットケーキの生地のようなものを編んでまいります。和菓子ですね。以上が、チリューの紹介でした。それではもう一曲、チルッピチルッピを踊らせていただきますので、ぜひご覧ください。お願いします。
ジルピです。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。